はい、こんにちは。内木翔太の営業で人生を変える YouTube チャンネル。営業マンの人も起業家の人も、あとは、コンサルティング業とかコーチング業とか専門家ですね、事業の人とかもたくさんいると思います。そういった業種の人にですね、気をつけてほしいことがあるんですよ。それは今日のタイトル、お客さんにアドバイスはするな。でもね、コンサルタントとか講師とか専門家がお客さんにアドバイスしなかったら何にもなんねえじゃねえかっていう話もなりますよね。これね、どういうことかっていうと、いきなりアドバイスはするなって話なんですよ。これはね、僕もやっちゃったことは何度かありますし、やられたこともありますし、やっちゃってるのをね、見たこともあるんですよ。僕らみたいな仕事をしてると、まあ、僕らは営業を教えたりとか、まあ、特には経営を教えたりとかってことをしてるんですけども、いろんなこう相談が来ます。これどうしたらいいですかねとか、あとはね、こんなこと考えたんですけどどうですかね、今度こういう企画でセミナーしようと思ったけどどうですかねっていう時にですね、いきなりアドバイスしちゃう人いるんですよ。ああ、なるほど。お、何、新しく何セミナーするの。ああ、いいじゃんいいじゃん。へえ、なるほどね。こうこうない。これね、多分ね、金額もっとこうした方がいいと思うよ。新しくなんかこんなブログとかメルマガとかなんか書いたんですよ。どうですかこれみたいな。おーおーおー、いいじゃんいいじゃん。ここもっとこういう表現した方がいいよ。みたいな人いません？これね、どういうことが起こるかっていうと、いきなりね、アドバイス、そういう指摘をされると心が閉じるんですよ。心には扉がある。あなたに相談しに来た人、もしくはこういう話どうですかねと、こんな企画どうですかね、こんなことやろうと思ってるんですっていう人は、あのね、いきなりアドバイスを求めてないことのが多いんですよ。多くの場合がこれです。承認だったりとか評価を求めてる場合があります。まあ、どういうことかというとですね、ざっくりとこういうことなんですよ。褒めて褒めてって言ってるんですよ。で、こういうこと聞きたいんだけどどうすかっていう言葉の裏側には、こういうこと聞きたいって言って俺って結構積極的ですごいでしょってことをね、言いたい場合が多いんですよ。半分以上はそう、7、8割はそうかな。もちろんアドバイスとか忠告とかも欲しいんですが、それ以上にまずはね、褒めてほしいの、評価してほしいの。これ失敗しちゃうといきなりね、別に上からじゃないですよ。本当的確にいいアドバイスだったとしても、なんかせっかくいいアドバイスしたんだけど、わかりました、そうですね、はい、みたいな感じでトーンダウンして帰っていっちゃうんですよ。で、あれ、俺結構いいアドバイスしたのにな、どういうことみたいなっていうのは結構あります。なので、なんかこういうの聞いてくださいとか、これどうですかね、こんなこと悩んでるんですとかって言われたら、まずは相手を承認してあげましょう。もしくは評価してあげましょう。ね、こういうセミナーとかこういう企画やろうと思ってるんですけどって言われたら、え、そうなの、え、これ自分で考えたの、え、マジで、あ、すごいじゃん、これめっちゃいいよって言うと、相手は、あ、褒められた褒められた、おーって言って心がめっちゃ開くんですよ。で、心が開いた時に、いや、いいね、これよく考えたね、一人で、あ、ただちょっと気になることあるからいいって言ってください。あの、いきなりアドバイスすることしないこと、まずいきなり確認すること、最初にね、ね、すごくいい企画なんだけど、ちょっとね、よくできるなっていうアイデアがあるんだけど、どう？言っていい？聞きたい？とかって言うと、あ、ぜひぜひ教えてくださいってなるんですよ。これは承認されて評価されて心が開いてるから、聞く耳があります、聞く用意があります。でも、いきなりね、いきなりこれもっとこうした方がいいですよって言われると、承認されてないから、心もそんな開いてないから、聞く用意もないから、そうっすよねみたいな感じになっちゃうんですよ。これ営業でもそうですよ。営業マンでもお客さんに、見込み客に、で、これだったらもっとこうした方がいいんじゃないですかっていうのもいきなり言ってしまうと心が閉じちゃうんですよ。なので気をつけてほしいのが、これ正論、正しいこと、専門家の正しい知識、アドバイス、それはもちろん正しいんですけど、心を閉ざすことが多いです。なので心を開いてから正論を伝えてほしいんです。人間なので、理屈理性だけで動くものじゃなくて、感情だったり感性で動くんですよっていうものなので、いきなり正論、いきなりいいアドバイス、いきなり厳しい意見、これがね、相手に響くとは限らないんです。半分以上の人はまずは承認、褒めてほしいんです、評価してほしいんです。悩みの相談でもそうですよ。丸山さん、私こういうこと悩んでるんですけど、あ、だったらこうした方がいいよとかって言わないで、丸山さん、私こういうこと悩んでるんですって言われたら、あ、そういうことで悩んでるんだ、それよく今日話してくれたね、で、それ話すのって勇気あると思うよ、ちゃんとそこ悩めるっていうのはちゃんと将来のこと考えてる証拠ですよ、すごいじゃないですかとかって言ってみてください。そうしたら心開くんですよ。いきなりね、あの、解決策を言わないことあんまり響かないです。
口では分かりました、勉強になりましたって言いますけど、ほとんど動かないです。これ僕の経験でもあります。僕が教える側でもそういった経験ありますし、すごい的確なアドバイスをいきなり言ったんだけど、何もなんなかったみたいな、感謝もされなかったってことはあります。あとは僕らもいろんな営業マンだったり、専門家だったり、修行だったり、コーチング、コンサルティング、講師、いろんなこう友人いますけれども、彼らとのやり取りを見てて、あ、いきなり正論言っちゃったな、あ、承認しないでいきなり解決策言っちゃったなっていうので、多分相手響いてないだろうな、表情見れば分かりますよ、僕ら。なので、いきなりアドバイスはね、気をつけてください。まずはその前に、承認とか、評価とか、をしてあげてください。あとそのためにもね、大事なのはこれかな。相手に興味を持つこと。その案件とかその悩みだけを見ないこと。相手に興味を持って、なんでこれ考えたのかな、なんでこの企画やろうと思ったのかな、なんでそんなことで悩んだのかなっていう、なぜっていうですね、興味を持って、あの人間に触れていくこと、その悩みとか事柄じゃなくて、その相手に興味を持ってコミュニケーションを取ること、これが本当にすごいいい人間関係を作るツボとコツでもあります。といったところで、営業の仕事をしていると、見込み客の悩みの相談、営業マンだったら専門家ですから、専門家としてアドバイスすることもあるでしょう。それがいきなりやっちゃうと、コロッと出します。で、特に僕ら、僕も気をつけてます。コンサルタント、講師とかそういうね、教える立場の専門家の人、もちろんいろんな知識はあって、その相談に来るお客さんとか見込み客よりすごい知識あるかもしれないですけども、先生です。正論を言っちゃ NG です。といったところで、多分こんなこと営業活動でも使えますし、ビジネス全般でも使えると思いますんで、もしかしたらね、友達とのコミュニケーションとか、飲みながらのね、飲み友、今ではズーム飲み会とかね、そういう時でもそうかもしれません。家族のコミュニケーションでもそうかもしれません。なのでこれはコミュニケーションの原則です。これをぜひ活用しながら、皆さんのビジネスだけじゃなくて、人間関係、人生に活用してみてください。ということで、今日のテーマは終わりにしたいと思います。よかったらですね、チャンネル登録、やっと今252人までこの段階で、2020年の今日は5月19日かまで来ましたんで、どん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 増やしていきたいと思いますので、チャンネル登録してもらったりとか、高評価ボタンもご協力お願いします。そしてね、質問とか意見とか、反対意見でもいいですよ。何でもあればご記入ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。